はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、マーベルスナップ動画撮っていこうと思います。いきます。はい、アイテム見つかりましたね。やっていきましょう。まずは最初のロケーション、カマルタージ公開時効果、このロケーションでは各種、効果が2回発動する。1コストないのでターン終了ですね。カマルタージか。相手は真ん中エレクトラ、対象がない。サベッジランド、恐竜出てくる。そうね、センチネル出しましょうか。ちょっとね、右がね、何か判明する前に埋めるのちょっと嫌かなという気はするけど、真ん中をね、3にしちゃうのもちょっと心細い。っていうか、まあ、ファンタスティック出さなきゃいけないと思うと真ん中埋めたくないんだよね。だから、カマルタージにセンチネル出す？それもなんか変だよな。だからまあ、右か、しょうがない。右センチネル、相手アンジェラ。こっちはセンチネル補充。さあ、そしてティンカラーか。せっかく4コストになったので、ここはね、ちょっと、これさ、カマルタージにジェシカ・ジョーンズ出すと公開時効果2回発動して8上がるのかな。ちょっとジェシカ・ジョーンズ出しましょうか。相手は、なんだっけこれ。ケーブル、2枚引かれる。さあ、2枚引かれた。ここ真ん中ファンタスティックかな？真ん中ファンタスティック。でね、オーディン、いるんだよね。ホワイトタイガーとオーディン。おお、はっはー、いいね。さあ、これはね、これはホワイトタイガーをカマルタージに出して、ホワイトタイガーカマルタージ出しでトラが2回出てくるわけだよね。で、最後のターンオーディンでさらに2回出てくるから、トラで残りの盤面4つ埋まるね。埋まります。さあ、トラ出る、トラ出る、エレクトラ対象ない。はい、これはスナップしてもいいよな。スナップ、オーディンターンエンド。ああ、撤退した。勝利だけど、スナップ逃げられちゃったからね。ちょっとこれはもうちょっと早い段階でスナップしとくべきだったんだろうね。その辺がちょっと下手かな。見通しが悪いっていう感じですね。なんか達成したみたいなので。OK。さあ、次行きましょう。相手見つかりましたね。フィスクタワー、このロケーションにカードが移動したとき、それを破壊する。とりあえず、アントマン出しておきますか。まあ、ただ、エレクトラ出てくると嫌なんだけどね。ああ、アントマンフレンズだわ。同じアントマン使ってるわ。はい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 。真ん中、プロジェクトペガサス。このターン、このターンエネルギープラス5。マジか。7はでかいね。いや、ガモーラかホワイトタイガーどっちか出したいんだけど、どっちがいいかな。ガモーラ真ん中がバランス取れてるか。ニコスもったいね。あーっと、アントマンのところに出してきた。アンジェラ・マーベル、アンジェラ・マーベル9点か、でかいな。で、最後がバイフロスト。
右に一つずれる。ここアイアンマン、アイアンマンじゃない、アイアンハートちょっとな。まあ、アントマンのとこにメデューサ出しといて、右にずれるので、真ん中に来るよと。あ、違う、間違えた。公開時効果だから違うって。うわー、これたまにやるんだよな。そうだ、メデューサ真ん中出しでよかったんだよ、だから。失敗した。まあただここアイアンハートエレクトラでアントマン取れるんじゃない？さあ相手はカイザー、アントマンを強化してくるが、俺はそのアントマンを狙い撃つ。くらえ、うーし、オッケー。そして右にずれる。ほい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 。ここはバイフロストにホワイトタイガー出してエンドかな。お、フィスクタワーに2枚出してくる。さあ俺はトラを、あ、トラが右に出る。これはスナップして、スナップオーディン、スナップオーディンで勝ちでしょう。トラがどっちに出ても多分トラが出た方は取れる。でオーディン出したことで右も逆転する。さあ相手は2枚出してきた。オーディンの効果でアイアンハート発動、ガモーラとホワイトタイガーも発動する。真ん中勝ちにいけそうだね、これなら。エンチャントですね。あ、でフィールド書き換え、何が起きるか。ウエストビュー4ターン目に新しいロケーションに変更される。はい、オッケー。20-22勝っていく。素晴らしい。おお、29まで来た。いいんじゃない。はい、ということで今回はここまでにしておこうかなと思います。ありがとうございました。よいしょー。